どう、ケリー。よ、今すぐマリーナに来い。待たせんなよ。わかった、すぐに行く。いいもんを見せてやるぜ。マリーナのピア4で待ってる。ナビ、ほら乗れよ。ちょっとその辺までクルーズでもしようかと思ってな。どうだ。何かあったのか。新たな始まりと生の宴会を祝うのさ。生の宴会。全部説明しちゃ面白くないだろう。ほらどうするんだ。面白そうだな。付き合おうよ。そう来なくちゃな。じゃあ出発だ。どれを押せばいいんだっけな。まあいいか。さてシームライ出航。オリジナルか。聞き覚えがないが。そりゃ新曲だからな。ここんとここのリフが頭から離れなくて、こいつには可能性を感じてるんだ。いいギターだな。ランカスターのカスタムモデルさ。このシリーズはこの世に5本しか存在しない。一つがこれ、もう一つはミリテクのお偉いさんが持ってる。あとの3本は違う。リバースポラリティピックアップにエボニー製のフレット、カイマールのアームがスムーズなビブラートを可能にする。弦に赤ちゃけた色がついてるだろう。伝説のブルースマンデニス・フォードの血だって話だ。で、何か用があるんだろう。言ったろ、生の宴会ってやつ。答えになってないんだが。ほら、ループ、循環さ。一つのショーが終わればまた次が始まる。生きるとはそういうことだ。まあ、俺の同志の受け売りだけど。同志。ああ、俺を導いてくれる師だ。キーアンというのはタンガランに彼のユルトがあってな、数年おきに訪れてる。何もない壁地でネットも遮断されたど田舎だ。で、前に行った時に言われたんだ。宴会を閉じ、けじめをつける時が来たってな。だから今、俺とお前はこうして話をしてるってわけだ。そのけじめっていうのは、もしかしてジョニー絡みか。あいつの陰にいたこと。いや、違う。多少は関係あるけど、
なんせ俺はあいつなしでもうまくやってきた。成功をつかんで富も得た。自力でな。だからどうしても何をやってもあいつのことが頭から離れない。しつこいやつなんだ。どうにかして引っぺがしてやりたいのに。気持ちはわかる。なるほど。もっと詳しく聞かせてくれ。そうだな。これまでいろんな曲を書いてきたが、一番最初の曲は海の上で書いた。で、今日また新しい曲が生まれる予感がする。変換ってのはそういうことだ。その曲、名前はなんて？ブリード・ザ・ビート。クルーズ船で仕事をしてた時に書いた。でかいプールにビュッフェ。ま、想像はつくだろう。豪華客船ってやつだ。世間のやつらは企業のファシストどもに抗う歌だと思った。え？違うのか。俺は船の中でせっせと酒や料理を運びながら残った時間で曲を作ってたんだ。それこそ指から血が出るまでな。高そうな食器を血で汚さないよう気をつけて働いてた。つまりあれは単に金持ちに使いながら血を流してるって歌なのさ。聞く側はそれを好きに解釈するわ。しかしあれは売れたな。侍の代表作の一つになった。こいつもそうなる。むき出してリアルな曲だ。俺に作曲を手伝えと？そうじゃない。お前自身が必要なんだよ。アスクラックスの件についてずっと考えてたんだ。あの時はお前がいて助かったよ。お前は現状を揺り動かす。お前と会うまでの俺は行き詰まってて自分の影を見るのも怖かったんだ。で、今は？今はこうやって新曲に取り組んだ。アルバムだって作れそうだ。新たな魂を吹き込まれた。生まれ変わった気分だ。いわゆる悟りってやつを得たのさ。単に成長しただけじゃないのか。とにかく乱痴騒ぎや裏切り裏切られのドラマとはおさらばするのさ。まあ明日か。さて、一丁自由の風を吹かせてやろうじゃねえか。B、ボケっと突っ立ってないで、お前も手伝えよ。カオスと破壊？最高だな。派手にやれよ。自分の船をめちゃくちゃにして後悔しないのか。自分の船だ？俺が自分の船をシームライなんて名付けると思ったか。じゃあ誰のなんだ。鉛頭のゴミクズ野郎、LB コバチェックさ。コバチェックってあのコバチェックか。ああ、そうだ。アスクラックスの件じゃまだしっかりお礼を言ってなかった上、他にもいろいろあってな。ほら、お前もなんかぶっ壊せよ。全部 LB の終わりだ。よし、めちゃくちゃにしてやるか。いいぞ、乗ってきた。パーティーの始まりだ。ボケてきたのか、ようやく真実に気づいたのか、どっちだろうね。
手を貸してくれよ。最後の仕上げだ。ゴミ捨て場で目覚めた時のお前と一緒だ。あいつは今まさに生まれ変わろうとしてる。さてグランドフィナーレだ。任せたぞビー。炎と水の洗礼式ってわけか。なかなか悪くない。復讐を祝って。へっ、最高だビー。思い知れコバチャク。レース開始だ。しないとダメだな。おいよ。ただ息を止めてた方がいいぞ。鼻が曲がりそうだ。爆発しないかも。おい、よせよ。もっと燃料を積んどくか。闇で C6 でも仕入れとくべきだったか。クソ。いや、聞かれてる。お前も楽しんでただろう。結局最後まで付き合ってくれた。強制的にな。まあなんやかんやでお前がいなきゃできなかった。本気で帰ろうと思えばいつでも帰れたはずだ。ありがとうなミー。ああ最高の夜だ。侍の駆け出しの頃を思い出す。剥き出しのエネルギーに満ちてるな。この展開は予想してなかった。もう行こう。風向きが変わったら悪臭が襲いかかってくるぞ。送ってこうか。助かるよ。気にすんな。エオビー。
侍が解散した後は何を。どうせフィリピンのちんけな浜辺に自分探しでもしに行ったんだろ。調子を取り戻すまで少し時間がかかったな。故郷のマスバテ島で2年ほど休んだんだ。言ったろ、昼間はずっとハイになって夜は手当たり次第にやりまくってたんだろ。で、いい経験になったか。最終的にはな。後の話はメディアで見たことあるだろ。新しいアルバムは順調か。ああ、ケリー・ユーロダインってタイトルにするつもりだ。俺の復活を象徴してさ。新しい曲を聴くと老人形館で昔の自分を見てるみたいな気分になるんだ。型破りだがすげえ曲が書けてるよ。聴かせてくれよ。いや、まだダメだ。完成するまで待ってくれよ。もうすぐだ。アスクラックスとはどうだ、うまくいってるか。ああ、チェック用にデモを送ってきた。知っての通り俺のスタイルには合わないが、連中のフェイクポップにちょっと味付けするくらい朝飯前さ。コバチクはどうだ、もう出る頃などに見投げしたか。そのうちな。あんなクズとの契約は終了だ。少し金を出してでも縁を切ってゴミと一緒に放り出してやる。あとはどうなろうが知るか。そう来なくっちゃ。本当のことを言うと、トラックをむちゃくちゃにしてすっきりした。俺もだ。アスクラックスの連中も気に入らないといいがな。なかなかの暴れっぷりだったが、お前はどこで覚えてんだ。この仕事を始めた理由か。ああ、どうしてなんだ。そういう風が吹いただけだ。ここに来て初めて仕事をして、そしたら別の仕事が転がり込んでってな。ナイトシティに来る前はお前どこにいたんだ。ノーマッドのバッカーファミリーだが、解散して今は一人だ。ああ、だからあんなに早く札から逃げられたのか。ノーマッドにとって車は体の一部なんだろ。なんだそのステレオタイプ。俺以外に何人ノーマッドを知ってる。実はノーマッドの BD にハマってた時があってな。荒野は派手に駆け回ってた。あとどこかのクランのスタントマンにボーンスティーピッドの PV に出てもらったこともあるぜ。そんなのだと思った。本当のことを言うと、トラックをむちゃくちゃにしてすっきりした。俺もだ。アスクラックスの連中も気に入らないといいがな。なかなかの暴れっぷりだ。別に面白い話はない。自然にこうなったんだ。お前ってのは生まれながらにして謙虚なのか鈍感なのか退屈なのか、正直よくわからん。